共鳴板は、橋梁の名称などを示すために設置される名板の一種。橋名版と書かれる場合もある。本校では合わせて橋歴盤についても記す。橋の起点側、終点側、橋に向かって左側、右側の合計4箇所に、それぞれ共鳴板が設置される。共鳴、橋が架かる河川などの名、橋の完成した年月などを記したもので、多くの橋に見られるが、 国土交通省の道路教師法書などに基準が示されているものではなく自治体などの発注者が使用者などに定めている場合が多い。記載事項の設置位置多くの共鳴版での記載事項の設置位置は次のようになっている。ただし、徳島県では県庁に向かってと県庁を背にしてに分けて次のように規定している。発詞の読み共鳴のひらがな表記については河川大町等にある 正式の読みとは関わりなく、端端のように濁点を抜いて記載すると規定している例がある。河川の読み同様に正式に岩川であっても、共鳴板上では濁点を抜いて川のように記される例がある。これは水が濁らないようにとの願いから慣習的に行われてきたものである。奈良県や横浜市のように標準使用書などにそれを定めている実地体もある。 1936年に建設された平和橋の橋歴版、共鳴、完成年月、事業主体、適用された司法書、橋の等級、構造、材質、設計、思考会社名などを記したもので、1984年に出された旧建設省の通知によって、橋に取り付けることが原則とされている。その取り付け位置については、道路起点側の左側、 橋梁端部と使用書に定められている例が見られる。なお、古い橋の橋歴板では、記載される情報が少ないものもある。近年、橋梁やトンネルで名盤の盗難が相次いでいる。名盤の多くは風雨にさらされても痛みにくい銅や、真鍮で作られていることから、転売目的と見られており、2014年8月には、中国へ輸出される直前に、犯人グループが摘発され、 924枚が押収された。アメリカ合衆国では、共鳴、完成年、施行者などを記したリスト形式の共鳴版が見られる。イリノイ州シカゴの和場所通り橋の場合、共鳴版には以下の事項が記されている。共鳴完成年事業主体協領の計画、設計、指向に携わった技術者名指向会社名。ありがとうございます。